坂本のギャルゲーと私は少し気になるけどやったやつでしょ過去に。そうだよ、やっぱりギャルゲーだよな。いやー、加藤を話すやつはな、これよ、うん、これ一点絞りだ。めくっていいっすか。まずそうだ、まず怒りたい、ね、ダメだねこれ、これこれやめとこうか今日。ダメダメ、もうこれが最悪だったんだよこれ。もうこの人に俺ゾッキリくぞ。まあ、ゾッコンだったよね。ゾッコンラブラブよ、うん、いた、ね、青空さん EX ラブにいて、やっぱ人気高い。そうね、人数少なかったけど、20歳21歳ぐらいの女性で、うん、俺らのね、僕らより1個2個上だったよね、大人の女性で。まあそれしか違わないのに大人っぽかった。やっぱり大学生と社会人のね、うん、その違いがあった。違いが礼儀も正しかったね。その通りだ。でそんなこんながあって最後にこう、うん、やっぱりこうあなたのことが好きですと告白したの。告白します。え、なんて告白したの教えてよ。そこはちょっと恥ずかしい、ね、いやいや言ってよ、聞きたい聞きたい。いやもうずっともうゲームの中でもそれっぽい雰囲気は出てたから、うん、空気はね、いいやいいや。なるほど、もうずっと前からそうですけど、あなたのことが大好きですと。大好きですだと、うん、うん、いいやん言ったんだよ、うん、だからガラス館行ってワイン館行ってオルゴールやって、そう一日デートの最後に言ったでしょ。言ったんだ。でなんて書いてきたの。嬉しい。嬉しい。嬉しい。わかるよ。いやでもそれ成功じゃないの。嬉しいんでしょ。そうでしょ、うん、もうすごいっす。もう自分の中ではもう成功よ。うん、嬉しい。やったこれ。もう結婚だと。うん、のネット内で、みたいな。一度嬉しいで、じゃあ、うん、終わったんだ。終わったんだよ。あなたも、まあ、ウブだから、うん、それ以上は突っ込んだことは言わない。そうそうそう。なんだろう、恋愛小説見てるみたい。そうでしょ、うん。すげえロマンチック。俺すげえいいと思うよ、それ。端々にね、何かトゲがあるよね。いいと思うよ、うん。マジ。ちょっと次行ってみる。まあ次。まあそのオフ会1週間後に、すごい深刻な声でね。A さんがね。A さん、坂本がね。ちょっと中岡、深刻な話がある。来てくれと。来てくれるか。俺行ったよ。お前の家に行ったよ。うん、ちょっと来てくれるか。玄関入って部屋に入るなり。入るなり。いきなり土下座をしだし。土下座をして、次のスライドへ。ちょっと読んでくれや当時の。いやー長岡すまね、お前の好きだった青空から俺がラブレターもらっちゃったよ。くそー、まさか俺を好きだったとは。まあでも俺興味ないし、お前との友情が一番だから断るから。ただ俺が断ったところで青空がお前になびくわけじゃないからな。そういう意味ではこれ誰も救われない話だよね。くそー、これが運命のいたずらかー。ふえーて嬉しいですは何だったって。いや告白が嬉しいじゃない。あ、うん、なるほどね。一人の男を手玉に取ったと。うん、え、あなたに手紙はいかなかったの。僕んとこに手紙来たんだけど、だから僕んとこに青空から手紙来て、中岡くんから告白されましたと、うん、それはすごく嬉しいんですけど、でも私はやっぱり A さんが好きみたいに書いてあってくっそ、これ運命の螺旋回廊かみたいな。土下座したのは何だったのよ。いやだからこれはなんだろう、友情を取ったぜみたいなのさ、これだから。ほう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 。だからこのもうすまねえと、俺なんかがいたことで、中岡わかる？俺なんかがいたことでお前の恋を邪魔し、俺はなんて邪魔者なんだ、なんて。ほんのり上から目線が感じるな。なんだなんだなんだ。あれ土下座してるよね。あね、過去最高に気持ちいい土下座だったんだよね。それがわかる。この優越感が半端なかったんだよね。土下座してるのに声聞こえてくるの上からなんだよね。どういうこと。そうだよ、そのラブレター本編直接手に取らされて読まされて読まされてな。いや嬉しいです。俺の中ではもうね、うん、あのね、中岡さんと付き合うことになりました、 A さん今までありがとうみたいなこと書いてあるのかなと思ってたさ、うん、全然やっぱ中岡はダメでしたみたいに書いてるだけだから。あのカスゴミだから君になびくみたいな。そんなこと書いてないけどね。手紙の1割、最初の冒頭中岡に告白された、でもやっぱり A さんが好きの後は8割僕のこと書いてあったんで。9割だろ。